幾多の修羅場を振るった襲撃戦士がファイティングネクサスに初参戦、石原祐希。その強烈なローキックを武器に、かつては新日本キックボクシングライト級の最上位ランカーに君臨した男。ローキック、蹴りですかね。キック自体は蹴りの方が得意だったかもしれないですね、はい。だが、石原にとって不運とも言うべきか。その時、同団体の同階級にはキックボクシング界の歴史に名を残す王者が存在していた。最強の挑戦者とも言われた石原も、その男から勝ちを奪うことはできなかった。タイトルマッチした相手が石井宏樹さんだったんで、うまかったですね。肘で切られちゃって TKO で負けちゃったんですけど、俺的には不運っていうか、他の階級で普通のなんかそういうチャンピオンに勝つよりも、その時のモチベーションで、そのやっぱ石井さんがやっぱすごいチャンピオンじゃないですか。それの人に勝って取るベルトに自分は価値があると思って、そこがモチベーションだったんで、まあ、別にそこはもう不運とかそういうのは俺の中では、ベルトだけが格闘技やるっていう俺の形ではないんで、自分の中ではお金でもないし名誉でもないし、本当に純粋に俺格闘技が好きなんで、だから今もこの年齢になってもキックじゃないです、 MMA ですけど挑戦できるのかなって思います。戦いこそ我が人生。キックボクシングから MMA、ルールは違えど己の信念だけを貫き続け、オファーがある限り石原の挑戦は続く。相手も関係ないし、地方でもやるし海外でもやるしっていう気持ちでいますね。今年はもう最後に思いっきり格闘技の挑戦、もう挑戦というか悔い残らないように全てはかけてみようかなと思って、自分の中で後悔もしないように、もう一度まで今年は挑戦しようと思ってます、はい。そんな石原の前に立ちはだかる難敵、コリアンクラッシャーイ・キョンファン。韓国メジャー団体トップ FC が今一番目をかけ、その将来性を高く評価する若武者。ファイティングネクサスに一度参戦し、実力者有村修也を一蹴してみせた。しかしキョンファンの実力はこんなものではない。もっと高いレベルにあるとトップ FC 代表は語る。잘했는데완전잘하진않고좀부족한면도많이발견한것같아요。네뭐불러주시면안됩니다강한선수로뭐뭐솔직히俺は뭐試合する時は相手のことはもうあんまり考えなくて、組み技が得意だろうが打撃が得意だろうが、まあ韓国人だろうが欧米人だろうが、もうとにかく自分の力を出し切るっていうのがもう今の俺の目標です。選手どこっていうのは特に考えてないです、はい。お客さんが喜んでくれるような、まあ、自分の、ま、少しも満足できるような試合、まあ、イコール KO とか、どっちかKOで勝ちたいっていうのが理想です。格闘技全てを捧げる男、石原祐希。初参戦のファイティングネクサス。その戦い、要注目。自分にもお客さんにも納得できるような最高の試合をしようと思います。よろしくお願いします。トリプルメインイベント第2試合、富士インテグレート株式会社プレゼンツ、ライト級5分2ラウンド延長1ラウンド、イ・キョンファン VS 石原祐希。